お世話になります。ブレイブファイトクラブ、ちょっと忘れないでください。ブレイブファイトクラブから農業経営、ひろゆき44歳。ライズボア2002勝 1KO。 ターゲット渋谷が目指しすぎなんで、ブレイブ3人でちょっと盛り上げようと思うんだけど、とりあえず気合入ってるんでよろしく。気合十分のブレイブファイトクラブ重量級エースに最強の刺客現る。コアズより経営者マサル42歳。アグーマサルのリングネームでプロボクシングで活躍。36歳で全日本新人王を獲得した本物のファイターがコア参戦。また大人の部活をやりたくなりました。まあ、コアズの会員としてですね、しっかり練習して盛り上げられればいいかなと思っております。マジで目が離せない剛腕対決。ひろゆき VS マサル。それではこれより第17試合重量級1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー、180センチ、 88.8キログラム、コアズ所属、42歳、経営者マサル。赤コーナー、170センチ、 87.6キログラム、ブレイブファイトクラブ所属、44歳、農業経営、ヒーロー勇気。さあ、ライズボア第17試合でございます。こちらも解説、日立ヒューマ選手に来ていただいております。日立選手、よろしくお願いします。お願いします。さあ、こちら注目の重量級の試合でございます。そうですね、セミファイナル、セミファイナルです。もうライズボアの常連のひろゆき選手、そして一方初参戦マサル選手。マサル選手は元プロで新人を取っているってことなんで、36歳でね、はい、実力が本当ここでこうお披露目されますね。いや、楽しみでございます。さあ、どのような試合になるか。青色のグローブがマサル選手です。赤いグローブがひろゆき選手。お、やはりパンチが強烈ですね。ただひろゆき選手もパンチで向かっていく。そうですね、北谷選手、これどう戦ったらいいですか、元プロボクサー相手に。多分パンチすごいんで、多分左の さっき右打って空振った時、めちゃめちゃすごいもう空振りだった。うわー、これうまい、うわうわ、これうまいな、これ蹴った方がいいと思いますね。もう蹴りで、はい、キックボクシングですからね、はい、キックボクシング戦った方が絶対にいいですね、うん、お、ただひろゆき選手のパンチも当たったら倒れそうな感じするんですけどね。そうですね、蹴りもパンチもやっぱ、うん、今のローキックいいですね、うん、ローキックいいですね、下から削っていくと。ひろゆき選手はボディうまいですね、うん、パンチ。お、今ローキックです、ああいうふうに、はい、なるほど。お、ローキックしますね。ただマサル選手もローキック、はい、どっちもできるんだぞっていうのね。そうですね、いや、ひろゆき選手立ち向かってますね。さあ、農業経営者のひろゆき、一歩も引かずに、はい、普通だったらビビりますよね、ボクシングチャンピオンに。お、うまい。今スイッチして左のストレートを打って、はい、ひろゆき選手上手ですね、めちゃめちゃ。まだ全然ね。お、ローキックでマサル選手を返していく。ローガスね、ローガスね。まあ、でもボクサーにはローっていうね、今のありますけど、カウントは良かったですね、ひろゆき選手の。カウント、はい、おお、当たりますね、い、はい、いや、でも面白いですね。いや、いい戦いですね。本当にもうこれプロの試合と変わらないじゃないですか。いや、スリリングです ね、 ね、どっちも倒せるパンチ持ってるんで、交差するたびにちょっと 息止まりますよね、はい、いや、すごいパンチですね、お互い。マサル選手は42歳、ひろゆき選手は44歳です。ライズボアだったらもう若手ですからね。若手ですね、若手です、はい、若手対決。いや、お互いいいとこ出して、蹴りもお互い出ていますし、はい、これパンチもお互いこうカウンター合わせたりっていう、うん、いい攻防が出てると思いますね。いや、これはもうマサル選手相手にひろゆき選手2ラウンド目はどう攻めていくのがいいですか。やっぱり、ローキックいいんで、ローキックをしっかり出しながら、
あの右のフックのカウンターの合わせタイミングが、まあ、これお互いいいんですけど、はい、お互いそこをしっかり狙って、あとさっきのスイッチして左ストレートみたいな、はい、そういうテクニックをやっぱ使っていくのがいいと思いますね。なるほど、はい、さあ注目の第2ラウンド始まりました。おー、このローキック、そうですね、お、今ロー、ちょっと今切りましたかね、嫌がってるんじゃないですかね、嫌がってる、おお、右フック、あれですね、あれが得意だと思うんで、うん、逆にマサレ選手は、うん、ボディも当然これですね、これ打ちたいですね。このパンチってどうなんですか、もう食らったらもう、いや、頭めちゃくちゃ痛いと思います、はい、お互い、ボディーのマサレ選手とローのひろゆき選手、よくひろゆき選手も耐えてますよね。いや、すごいですね、ボディー結構当たってるように見えるんですけど、さあ、ひろゆき選手の前蹴り、一歩向かないですね、おー、お互い、いいパンチ、うん、マサレ選手も蹴り返すっていうのがすごいですね、そうですね、ボクサーなのに。右の合わせいいですね、ひろゆき選手の、お、膝、さあ、お、膝出たっすね、ここから膝からのこの場面から、うわー、強烈なボディ、もう全然引かないですね、ひろゆき選手いや、もうこれ効いてますよね、ひろゆき選手もね、というふうに見えるんですけど、全く引かないんで、うん、すごいですね、気持ちが強いってことですかね、はい、うわ、怖い。さあ、一方のひろゆき選手も返していく、蹴りたいですね、強烈な、おお、右フック、右の今ショートは合ってますね、しっかり、お、膝いいですね、マサル選手、いや、本当に攻防早いですね、はい、選手も今膝返してたん で、 そうです、ね、おお、今のカウンターですね。さあ、ひろゆき選手のお互い、おお、いや、いい試合、うわ、これ面白い、北地選手、いや、これ分かんないですねめちゃめちゃ面白い試合でしたよ、右のパンチお互い当たったですね。いや、だってマサルさんのパンチなんかもう一発ももらいたくないじゃないですか。いや、すごいうまいですね、やっぱ、うん、この試合の中でやっぱりこうアッパーボディ顔もで、それプラス、はい、ローキックや膝蹴りも織り込んで混ぜてコンビネーションできてたんで、うん、いや、すごいなと思いましたね。北内選手もさっきね、ミット打ち見たっていう、その時すごかったっていう、すごい迫力でしたね、はい、ボディも、うん、右も左もアッパー気味のボディも打ったんで、はあ、上手だなと思いますね。いや、普通にこれライズの重量級いずれ出てくるんじゃないですか見たいっすよね見たいっすよねジャッジ大沢、ジャッジはどうか、19対19ドロー、おー、ドローだ。ジャッジアキア、延長みたい、20対19青マサル、おー、マサル選手。ジャッジ佐藤、20対18青マサル、あ、マサル選手、以上2対0の、いや、でもマサル選手さすがやっぱりね、さすがプロボクシング新人王の実力見せてくれましたよね。いや、一歩も引かずに戦ってくれる選手、本当にすごいですね。いや、素晴らしい戦いでした。いや、もうこれ両者もう拍手ですよね、はい、ローも引かせてましたし、右のパンチしっかり当てたんで、ひろゆき選手、はい、いや、いい戦いでしたね、いい戦いやった。いや、ひろゆき選手大丈夫かな。あ、でも笑顔なんですよね、いつもね、ひろゆき選手ってね、出し切ったんじゃないですかね。素晴らしい。あ、ひろゆき選手もちょっと涙が出てるか。仲間の方がね、応援に来てくれてるんです ね、 いやー、ライズボア重量級盛り上がってます。盛り上がってますね。確かに2試合あったんですけど、そうですよね、2試合とも面白かったですよね。面白かったですね。やっぱりヘビー級の魅力ってこれですよね。やっぱね、これですね、もう技術云々じゃなくても見てる人誰でも分かる迫力っていうのが ね、 そうですね、いいですよね。すげー緊張しました。カイドコータ勝ったよ。ボックスの関係の皆さん、応援ありがとうございます。いやー、めっちゃ緊張しました。でもなんか開放感が得られましたんで、ビール飲みたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、素晴らしい。いや、謙虚なところもいいですよ ね、 そうですね、強くて謙虚っていう、はい、いや、緊張してたような動きで見なかったですね。さすが経営者ですね。そうですねこんな強い経営者いるんだ、やっぱこれは怖いっすよね。やっぱライズボアならではの楽しみですね。楽しみですよ、はい、ということで今後もマサル選手の試合見ていきたいと思います。勝者はマサル選手です。